というわけで命からがら逃げてきたのですも。というわけでじゃないも。お前はアホかも。どうしてきっちり死んでこないも。後で返金しろって言われたらどうするつもりも。え、死んで返金ってどういう。ふん、こっちの話だも。んで、レックスとそのブレイドはどこ行ったんだも。はい、レックスたちを乗せたアルスはトルネア海から南に逃げて、その後は行方知れずですも。何分嵐が激しかったもので。わからないも。はいも。で、逃げてきたも。は、はいも。もう言い訳は聞きたくない。もうとっとと戻ってこいも。次の仕事が山盛りになってるも。もう渦潮にも保険をかけてたってのに、これじゃ大損だも。それにしてもトルネア海から南ということは、今の時期だとグーラに向かった可能性があるも。グーラの毛布領事を呼び出せも。わかりました、少々お待ちください。これはこれはバーン会長、先だっては大変お世話になりました。クズ者のコアクリスタルもアバリティアブランドをつければ一級品、それを我がスペルビア本国に売り込むお手並み、さすがはバーン会長、恐れ入ります。気持ち悪いおべんちゃらはいらないもん。っていうか、通信でコアクリスタルの話するとか、お前もアホかも。アーケリアに傍受されたらどうするも。これはすみません。まあ、それよりいい話があるも。いい話とは。それはもう、どこか具合悪くありません？具合？ああ、多分大丈夫。ここ？わかりません。どこかのアルスに流れ着いたみたい。アルス？な、じっちゃん！ニアたちは？探そう。近くに流れ着いてるはずだ。はい。じいちゃん！無事じゃったか、レックス。ひどい。待ってて、今傷薬よ。お前の薬なんぞ千人分あっても足りんわい。でもこれもまた定め。泣くなレックス。無理なこと言うなよ。別れは一瞬、やがてエーテルの導く先でまた巡り合う。お前と過ごした日々楽しかったぞ。また会おう、レックス。じいちゃん。じいちゃん。Thank you.
泣くなと言うとるじゃろうが、レックス。レックス。レックス。じいちゃん。レックス。嘘。当たり前じゃろうが、見てわからんか。わからないです。わかるわけないって。というわけで、全身の代謝を最大限にして身体機能を維持した結果、妖精体にまで対抗してしまったんじゃな。ずいぶん便利なもんなんだな、アルスってのは。すべてのアルスができることではないぞ。わしだからこそできることなんじゃ。リックスは怒っとる？別に、ただワンワン泣いてた自分がアホらしくなっただけだよ。なんじゃ、やっぱり怒っとるじゃないか。いつ元に戻れんの？そうさの、300年もあれば元通りじゃ。300年？俺死んじゃってるぞ。うん、そういうことになるかの。どうすんだよ。家、俺もしかして宿なし？これを機に一人暮らしを始めるとか。家賃かかるじゃないか。ケチくさいの。現実的って言ってくれ。無事でよかったよ。ちょ、のんびりもしてられない。ニアたちを探さなきゃ。ニア？一緒におったあのドライバーとブレイドのことかの？ああ、俺たちを助けてくれたんだ。無事だといいんですけど。じっちゃん、何か覚えてない？ここに来るまでの間に幾度となく木々にぶつかったからの。その間に落っこちたのかもしれん。それだけじゃ探しようがないな。木にぶつかったなら、折れた枝とか探すのはどうですか？なるほど。よし、そうしよう。ところでレックス、その胸で光っとるのはコアクリスタルか？一体お前の身に何が？その話は後。今はニアたちを探すのが先。ほほー、こりゃ楽ちんじゃわい。この音は。大気中のエーテルが震えてます。ドライバーとブレイドが何かと戦ってる。間違いありません。行ってみよう。はい。お嬢さん、ここは私に任せて。あんた一人置いてけるわけないだろ。手を貸すぞ、ニア。レックス、なんでここに？お嬢さん、好機です。反撃しましょう。わかった。あんたたち、なんでって聞くまでもないか。そうですね。ああ、でも本当、無事でよかったよ。あんたたちもね。って、そういえば、あの時助けてくれたでっかいやつ、あのアルスは？わしのことかの？嘘！なんで？まあ、こっちはこっちでいろいろと。どこか落ち着けるところに移動しないか。話はその時にさ。その方が良さそうですね、お嬢様。ああ、そうしよう。なるほど、その子と楽園にね。ちゃんとお礼を言ってなかったね。助けてくれてありがとう。
白虎から聞いた。あんたがここまで運んでくれたって。アルス様、ありがとうございました。礼には及ばん。お前さんたちもレックスを助けてくれたんじゃからの。いいよ別に。しかし便利なもんだね、アルスってのは。全てのアルスができることでは。その話はいいよ、もういいよ、もうって。なんじゃその言い草は。そもそもお前がそんなわけのわからん仕事を引き受けおったのが原因じゃろうが。じいちゃんはここでのんびりしててよとか言って飛び出して行きおって。ああはいはい、わかりました。俺が全部悪いんです。すみませんでした、ごめんなさい。適当に謝りよってからに、まったく反省の色が見えん。そりゃできないよ。なんでじゃ。だって俺があの場所にいなかったら、ホムラはあいつらの言いなりに。レックス、そんなの絶対ダメだ。あんな奴らにホムラは渡せない。うん。なんじゃ、まだ起きとったのか。なんだか寝つけなくて。お久しぶりですね、青龍さん。うん、昔とは随分と印象が変わったの。いろいろありましたから。レックスに命を分け与えてくれたこと、礼を言おう。その上で聞きたい。レックスにした話、あれは本意か？はい、私の本当の気持ちです。そうか、ならは信じよう。他の誰でもないお前さんの言葉を。でももう一つ目的ができました。真と滅か。あの二人を今のままにしておくことはできない。宿命じゃな、天の聖杯の。はい。巻き込むのか、レックスを。攻めとるわけじゃない。お前さんが望まんでも、あれは首を突っ込むじゃろう。そういう子じゃ。胸の子は半分になっとるの。お前さんも背負ったということか。青龍さん、レックスを頼んだぞ。さてっと。とりあえず近くの町か村にでもと思ったけど、ここどこだ。グーラだよ。スペルビア帝国グーラ領。グーラのアルスは見たことあるだろ。ああ、遠くからなら。あれのお腹あたりだね。そうか、ここがグーラなんだ。ん？そういえばニアのその耳、もしかしてグーラ人？遅いよ、今頃気づいたのか？グーラはお嬢様の故郷なのです。へえ、それは心強いや。町に行きたいんならまずはこの森を抜けないとね。道なりに登っていけば平原に出るはずさ。町はその先。よし、まずはそこに向かおう。
広い平原。そうかんじゃの。ああ、こいつは感動もんだよ。じっちゃんの狭い背中とは大違いだ。うま、一言よきじゃわい。向こうに見えるのがグーラで一番大きな町トリゴ。とりあえず町までは送ってく。着いたらそこで私たちの役目は終わり。え、なんで。なんでって、私はあんたらと一緒にいることはできないからね。それってあいつらとのことがあるからか。出会ってから日が浅いとはいえ、一応仲間だからね。あいつらが仲間？ニアを殺そうとしたんだぞ。それでも私の居場所はあそこにしかないんだ。ニア。さあ行くよ。ここがトリゴの町か。変わらないな。ニア？なんでもない。さてと、宿屋までは案内するよ。そこでお別れだ。特徴を捉えた人相書きで。え、なんだって。いえ、どうやら私とお嬢様の情報がごっちゃになっているようですね。これは心外。さあ他に勇気ある者はいないか。君のその勇気で明日のスペルビアを支えるんだ。ああもちろん月々の給料だけじゃない、恩給だって出る。勲功を積めば爵位だって賜られる。偉大なるスペルビア皇帝ネフェル陛下のために君の勇気を見せてくれ。さあ名乗り出よ、明日の英雄よ。ん？何だろうあの人だかり。ドライバースカウトか。ドライバースカウト？最近じゃ街中でドライバーを募集してんだ。同調できるものは日々減っています。軍人の中にもいなかったのでしょう。ドライバーを募集とか同調って何のこと？見た方が早いよ。やめなよ兄ちゃん、危ないよ。兄ちゃんにもしものことがあったら僕たちどうすればいいの？兄ちゃん。分かってるさ。だけどもしこの僕がドライバーになれたら。どけ青びょうたん。あ、さあ俺にふさわしいブレイドよ、力を貸してもらおう。おっと、これは見かけ倒すだ。残念。な、今何が起こったんだ。血吹き出てたぞ。コアの負荷に耐えられなかったんだよ。残念ですが、資格のないものがコアクリスタルに触れるとああなってしまうのです。ドライバーになるのに資格がいるの？
適正みたいなもんじゃよ。適正。さあ、力と栄光を手に入れ、帝国に貢献せんと望む者は他にいないのか。お、君か。次は君なのか。さあ前へ、勇気を持って前へ。兄ちゃん。大丈夫だ兄ちゃん。絶対にドライバーになってお前たちにいい暮らしをさせてやる。兄ちゃん。おめでとうかな。クリスタルが武器になった。ブレイドとは明日誕生するんじゃよ。え、でも俺の場合は。あんたの場合は特別。ホムラ、天の聖杯なんだろ。だったら何が起きたっておかしくない。っていうか、命分けてもらうとかもうすでに理解不能。ところで、その天の聖杯って何。あいつらもホムラのことをそう呼んでいたけど。私だって伝説のブレイドってことくらいしか知らされてない。っていうか、本人に直接聞きなよ。行くよ。あとは叙任式とかつまんない式典ばっかさ。それにしてもコアクリスタルに触れるとブレイドが生まれてくるだなんて、やっぱすごいよな。私たちブレイドの本体はコアクリスタルと呼ばれる宝石に似た素子なんです。触れたものに適性があった場合のみ自身の体細胞を増殖させて分離体を生み出す。それがブレイド。つまりドライバーとコアクリスタルが運命的に巡り合ってこそブレイドが誕生するということじゃな。不思議だな。なんでそんなことが起こるんだ。さあ、それは誰にもわからんよ。イニシエからそういうものなんじゃ。生まれ出るブレイドの容姿は千差万別。人に近いものから私のようなものもおります。ドライバーの個性や精神が反映されているって説もあるね。ドライバーとブレイドとの出会いはとっても神秘的なんですよ。あの時ホムラは泣いていた。ホムラもさっきのブレイドみたいに誰かから生まれたんだろうか。天の聖杯って一体。一同、抵抗するな。むむ、こやつら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たち。その者、帝国にあだなす反逆者、イーラのものであろう。イーラ？ミアは違う。そうか。白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー、手配書の人相書きにそっくりではないか。人相書き？これだ。あ、似てる。なんだって。いや、違う。似てない。全然似てない。って、こんなことやってる場合じゃない。そっくりだからってどうなってんだ。シャー。ふん。ところでお前、見たところお前もドライバーのようだが登録ナンバーは。え、登録。すべからくドライバーとなった者はアーケディアへ届け出なくてはならない。登録ナンバーがないということは、さてはお前モグリのドライバーだな。違う。俺はお前たちを連行する。申し開きは領事閣下の前でするがいい。レックス、今から私と白虎で仕掛ける。その隙にあんたたちは逃げな。そうはいかないよ。これは私と白虎の問題だよ。あいつは今お前たちって言った。
なら無関係じゃいられない。たく相当頑固だねあんた。じっちゃんにもよく言われる。じゃあ1、2の3でいくよ。私たちは左、あんたたちは右。オッケー、いつでも。じゃあ行くよ。抵抗するのか、来るのか。1、2の、ひらむな。相手は少数、取り囲んでひっ捕らえろ。3。強い。たった2人なのにこうも強いとは、やはりドライバー。レックス、今だ。なあ、なんだこの炎の壁は。騒がしいですね。せっかく束の間の休暇を楽しんでいたのに。かぐつじ様。かぐつじ、ブレイドか。でもドライバーは。私のドライバーは現在ある任務で遠征中です。今は私一人。ドライバーがいない。カグッチ様はセルビアの王子とも呼ばれる帝国最強のブレイド。ドライバーなくしてもこの力完全勝。カグッチ様、この者たちはかのイーラの手の者。ぜひともカグッチ様のお力をお借りください。イーラ、水玉色のコアクリスタル、いいでしょう。ですがパクス警備長、セッションを禁じます。彼らを生きたまま捕らえます。はっ、おい、例のものを。はっ、はっ、でやっ。俺たちの攻撃を弾いた。あの人強い。ドライバー抜きであれか。諦めるな、こっちは再びだよ。リャッコ、リャッコ、エーテル遮断ネットだ。いや、大気からのエーテル流を遮断されては得意のアーツも打てまい。ブレイドにも弱点はあります。その一つはこれ、力の源であるエーテルの流れを遮られること。いや、リャッコ、逃げろ。レックス、私たちに構うな。無理言うな、見捨てるなんてできるわけないだろ。あんたにはあんたの目的があるだろ。でもそれを果たせ。レックス、今は引け、それしかない。でも逃がしません。リックス！くそー！うわー！水！今だ！おー！バーニングソード！ホブラ！はい！逃がすな！おい！おい！それでいい。逃げ切れよ、レックス。この水流の中であの技、天のせいだ。やはり本物か。はーい！こっち！こっち！こっちだもん！逃がしてあげるもん。君は早く、早くも。ありがとう、助かったよ。でもどうして俺たちを。なんとなくも。なんとなくっていうのは嘘も。本当言うと
いっつも威張り散らしてる兵士に完成したばっかのロケットカムカムをお見舞いしてやろうと思ってたもん。そこへちょうど兄ちゃんたちが追われてきたんだもん。外れて水道管に当たっちゃったけど結果オーライだもん。そうか、さっきのは君が。トラだもん。トラっていうのか。俺はレックス、こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくも、モフフ。実は助けたのにはもう一つ理由があるも。理由？ま、それはトランチについてからゆっくり話すも。こっちだも。同行者と思われる子供とブレイド一体は逃しましたが、手配書の娘とそのブレイドは捕らえることができました。引き続き町の治安維持に。ねえパクス君、僕が何て言ったか覚えてる？は？僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。誰も手配書の、それも賞金15,000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。ですが、彼のものはイーラの。大事なことだからもう一回言おうか。僕は水玉色のコアクリスタルを。あの毛布様。何？水玉色とはどういった色なのでしょうか。緑色。緑。わかる？これ、この色、これが緑色。見えてる？ちゃんと見えてる？ああ、緑色。あ、そうでしたか。水玉とは緑色の。もうバカ！水玉色のブライトなんてまずいないでしょ。一目瞭然でしょ。それをあんな猫型の普通のブレイト。お言葉ですが、あれは猫型ではなく虎型。うるさいバカ。なモン様。何？乗っかぐらいなさい。失礼いたしました。モン様、メレフ様が。え？本国からメレフ特別執権官がたった今港に到着されました。なんですって。こんなところに家が。ここは裏口も、玄関は向こうにちゃんとあるも。ほんとだ。うひゃー、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいも。トラ、そこから雲海を見るの大好きなんだも。素敵なお家ですね。もふふ。ところでレックスの兄貴。兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラ、ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん。偉いんだもん。
威張り散らすもん。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でも、お供とかじゃなくて友達になろうぜ。ほんとかも。トラ、兄貴のお友達になるもん。やったもん。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？桃、軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアとビャッコを助けなくちゃ。やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレイドのことかも。そうさ。それは町でいろいろと情報を手に入れないとわからないもん。それよか、まずはご飯食べるもん。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないもん。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか。ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお、かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん。ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でも不思議だもん。ホムラちゃん、火を使うブレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな。あの家具土とかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うブレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるもん。火とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。で、火は水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。まったく衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もう火じゃないのになんで火の力使えるも？それには結構複雑な事情が。どうしてもその複雑な事情すっごく興味あるも。それはその。やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい。そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだもん。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん。トラにいい考えがあるもん。メレフ特別試験か。いかがなされました突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね。常に辞退させてもらっている。
何をおっしゃいます、メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって軍さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう、これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね。到着は明日かと思ってたのに。か、カグッチ様、天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯？なぜそれを。何か問題でもあるのかね、毛布君。いえ、滅相もございません。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。あてどのような。毛布君、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ。誰だよそんなブサイクに書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間？見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど、いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの？レックスとホムラというのか。これなら私だってバレませんよね。ありがとな、トラ。さあ、兄貴の友達探しに行くも。ニアとビャッコさんが処刑されるなんて。入港した軍艦の中というのがまた厄介じゃな。どうやって助け出したもんか。軍港は警戒厳重だもん。やっぱりここは男らしく正面突破。ダメです、みんなが危険な目に遭っちゃいます。まあそうだよね。これ大樹の根っこですよね。この図が正確なら岸壁から伸びた根が船底まで続いてるみたいです。そしてこれが船底の物資搬入口。ここから入れないかしら。なるほど、根を伝って船底の搬入口からか。そこなら警備も手薄だもん。おまけに夜は物資の搬入やってないもん。それしかなさそうじゃの。決まりだ。もふふトラ、みんなに見せたいものがあるも。これは誰にも見せたことのないトラだけの秘密。人工ブレードなんだもん。人工ブレード、これが。トラはドライバーに憧れてたもん。でもトラにはドライバー適性がなかったんだもん。なんでそんなこと決めつけるんだよ。そんなのやってみなけりゃ。やっちゃったのか。トラは1年前ドライバースカウトに志願したんだもん。舐めちゃったのか。君もあんな目に。そうだもん、
三日三晩鼻血が止まらなくて大変だったの。それだけ？それだけじゃ済まないもん。鼻血だって出血多量で死ぬこともあるもん。聞いたことないな。ま、それは置いといても。置いとくのか。ていうかあっさりすぎるだろ。とにかくこの人工ブレードが完成すれば適性がないトラでもドライバーになれるもん。しかしすごいもんじゃのう、トラ。お主が一から作ったのか？作り始めたのはじいちゃんとお父ちゃんだもん。でもじいちゃんは死んじゃって父ちゃんもどっかへ行っちゃったもん。だからトラはこいつを完成させてドライバーになって大活躍するもん。そしたら噂を聞きつけた父ちゃんも帰ってきてくれるもん。トラ君。ところでトラ、この人工ブレード見たところほとんど完成しているようじゃが、あとはどうすればいいんじゃ？もふふ、あとは足りないパーツをいくつか買ってくればいいもん。でもトラ、お金全然持ってないもん。マジで？マジだもん。全然？1ゴールドも？すっからかんも。つまりはお金を貸してくれと？貸すんじゃなくて、出してくれたらもっと嬉しいも。さすがはノポン族、しっかりというか、ちゃっかりというか。あ、でもでも、人工ブレードが完成したらとてつもなくすんばらしい戦力になるもん。そりゃまあそうなのかもしれないけど、で、いくらいるの？だいたい6万ゴールドくらいも。6万？さすがにそれは。ね、レックス、トラ君にも手伝ってもらいましょう。お金だったら私が何とかするから。何とかするってどうするの？まさか体を。いい加減にしろ、クソジジイ。天然物だから売れば6万くらいにはなると思う。ダメ！そんなの受け取れないよ。でも、ねえ、俺も男だ。分かった、パーツ代全額俺が持つ。なんと太っ腹。もう兄貴は男の中の男も。その代わりヘンテコなブレードだったら承知しないぞ。それは任せても。よし、じゃあ行くぞトラ。もう大丈夫かしら。ありゃ、やきくそじゃな。よし、終わったもん。完成したのか？もちろんも。あとはエネルギーチャージして起動すればいいもん。うん、ニアたちが処刑されてしまうまでもう時間がない。急ぐんじゃトラ。わかったもん。人工ブレード、お前が目覚める時が。ダメよトラ君。え、なんでだもん。人工ブレードなんて呼んでたらかわいそう。ちゃんと名前をつけてあげて。トラ君が考えた名前を。そうかも。実はトラ、もう考えてあるもん、こいつの名前。そっか、じゃあ迷うこともないな。ん？さあ始めるがよい、トラよ。わかったもん。さあ目覚めろもん。トラだけの人工ブレード、ハナ！主人様。わ
ちょっと待ったの。今の話も設定間違ったもん。設定今度こそ大丈夫も。そう、それでは気を取り直してスイッチオンだもん。初の人工ブレイド、花だもん。おお、すごい。これたまげたわい。どうだもん、感心したもん。トラすんごいもん。あ、ほんとすごいやトラ。いやさっきはびっくりしたよ。てっきりそういう趣味なのかと。トラにそんな趣味があるわけないもん。あれは趣味もきっとそれが残ってたんだもん。本当ですか？ということだそうなので、レックス行きましょう。ミアを助けに。だ急ごう。というわけで、花ですね。今後ともよろしくなのですね。陛下の覚えがいいからって、メギツネが偉そうにあれこれと。天の聖杯を手に入れれば、本国への凱旋もバーンに売りつけて大金を手にすることも叶ったのに。まだよ、僕はこんなところで終わらない。こんな獣臭い辺境の一領地なんかで終わるつもりはない。バクス警備長は、何か。警備兵の数を倍に増やしなさい。足りなければ町からもかき集めて、メレフより先に天の聖杯を手に入れるの。いい？は、了解いたしました。見てなさい、メレフラハット。あれがアルス戦艦も。立派なアルスじゃの。これもインビディアとの再戦に向けた帝国の準備の一つというわけか。見てあそこ、ホムラの言った通り、根が搬入口の下まで伸びてる。本当だもん。この下から回れそうだな。行こう。はい、わかったもん。ですもん。結構高さがあるな。待ってて。まずはホムラから。引き上げるから捕まって。のないやつじゃの。そうだもん、デリカシーないもん。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくて。確かにトラより重いもん。でもそれは立派に成長してる証拠だもん。いいことだもん、すっごくいいことだもん。
き上げますもん。さあ捕まってくださいもん。すごい力だ。ハナは人工ブレイド、このくらい楽勝ですもん。ゴンザレスだって引き上げられますもん。ご主人、この辺りのどこかにブレイドがいますもん。ハナ、そんなことがわかるのかも。はい、何かブレイドの波動って感じですもん。なんだかよくわからないけど、白虎がいるのかな。片っ端から開けてみましょう。火傷とかしてませんか？ホムラ、火が強すぎだよ。ごめんなさい、加減が難しくて。ホムラ様、レックス様。おお、無事じゃったか、ビャッコ。よかったもん。ほら、ご主人、やっぱりここにいたですもん。アルス様と、どちら様ですか？ビャッコ、いきなりで悪いけど、ニアがいる場所わかる？もちろんです。私と同調したたった一人の方ですから。助けに行こう。処刑なんかさせるわけにいかない。はい、お願いします。間違いありません、あそこです。なんだ貴様ら、テロリストの仲間か？仲間だけど、テロリストなんかじゃない。申し訳ありませんでした。いいんだ、誰も来てくれるはずないって思ってたから。そんなわけないだろ。助けられたら助け返せ、サルベージャーの合言葉その2だ。あんたらしいね。兄貴、脱出ルート見つけたもん、急いでも。ノボン族？お力を貸してくださった新しい仲間さ。よろしく。さあ、こんなところに長居は無用じゃ。脱出するぞ。あとちょっとで出られるもん。そうはいきませんよ。イーラのテロリストを捕らえたという実績が取り逃がした汚点になってしまうのは困るの。水玉色のコアクリスタル、お前は天の聖杯。いまいましいけど、メレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている。お前もホムラを狙っているのか？お前も当たり前でしょう。天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る、アルスト史上最強なブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。だから私は聖杯を手に入れる。完璧なサンドラボよ。最後は論理が飛躍してますもん。おあいにく、
私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞホムラ。はい。あいつフレイドを盾にするような戦い方を。何を言ってるの。ブレイドはいくら傷ついても再生する。けれどドライバーが死んでしまえば元のコアに戻ってしまう。だからブレイドが盾になるのが当然だって。ほんと最低だね。体の傷は再生しても心の傷はなかなか癒えないんだよ。私にはブレイドの気持ちがわかるんですって。お優しいドライバー様もいたもんね。なぜこんな子供たちに。聖杯を手に入れて本国へ凱旋。気を失ったようじゃの。ニアを処刑しようとするからだ。違う、こいつらは私を本国へ送ろうとしてた。レクス、罠だよこれは。罠？じゃあニアが処刑されるって触れは嘘？兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。追っ手が来る確率は高いですもん。そうじゃな、急ごう。まずは町の外へ逃げるんじゃ。この炎は。あいつか。今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ、スペルビア帝国特別執権官メレフ。帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイド、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。待ち伏せされていたみたいですね。どうりでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレックスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いただっていい加減なことを言うな。知らないのか、500年前の聖杯大戦での出来事。三つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを三つも。全て歴史が語る事実だ。分かったぞ、ホムラを戦争の道具にするつもりだろう。誰がそんなことさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら。力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいやだ。ならばその意志、等しく力で見せてみろ、少年。
どうした、君の意志の力とはその程度のものか。ホムラは渡さない。聖杯とか力とか、ホムラを物扱いしてるお前なんかに。ホムラには行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。同じことしかできないとはな。天の聖杯といえど、ドライバーがこれでは。メレフ様、お気を抜かれず。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だがあれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。あの二人すっごく強いもん。だよな、このままじゃ俺たち。なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火、火は水に弱い。水、あった！ミナ！あと少し走れるか？うん！よし、来い！逃げるか？ホムラ！最大火力いける？はい！あと2回くらいなら十分！いっけー！芸がなさすぎるぞ、少年！そう来ると思った！ハナ、頼む！了解ですね。水タンクだと。狙いはそれだったか。心外だな。何がです？このメレフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。
機転も利くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか！天の聖杯、あの少年と共にあるのなら解き放ってみるのもまた一興か。メレフ様、いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。追ってこないようですね。うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラもハヒハヒも。じゃあね。な、お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え？約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラを楽園の存在が証明されれば、そんな争いもなくなるかもしれない。でもさっきメレフってやつと戦って分かった、俺の力だけじゃホムラを守れない。ニアはドライバーだろ、力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？ホムラから故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいるなら楽園だって、だろ？なんだよその毛布みたいな三段論法は。ったく、短絡的っていうか、お人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけてある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です、お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら私らだって。ごめんなさい、強く巻きすぎました？いや平気、全然平気。こんなに回しても痛くも痒くも。痛いんですね。ありがとう、だいぶ痛みも引いてきたよ。ニアが調合してくれた薬のおかげですね。ホムラも怪我？大丈夫？大丈夫、かすり傷ですから。やるよ、俺が。
ありがとう、レックス。いいさ、このくらい。さ、できた。どう？うん、いい感じね、レックス。同じですね。え、ああ、うん、同じだ、ホムラと。ホムラが起こしてくれた焚き火だからかな。ん？あ、いや、その変な意味じゃなくて、焚き火を起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。